流山市立図書館は、千葉県流山市にある市立の公共図書館。流山市立の図書館で、中央図書館、森の図書館、木の図書館の3館と、中央図書館の分館4館がある。当初は、市南部の中央図書館のみであったが、1996年に北部に北部地域図書館、2012年に東部に木の図書館を開設した。また、 2015年には大高の森子ども図書館が新設された。中央図書館の文館は、他に南流山、初石北部の山間があり、南流山文館は南流山センター内、その他に文館は各公民館の中に併設されている。1978年に市南部の下に開設された流山市最初の図書館である。館内には、 流山市立博物館が併設されている。森の図書館1996年4月に市北部の東府いに開設された市内2番目の図書館である。開館当初は流山市立北部地域図書館が正式名称であり、森の図書館は愛称であったが、2012年4月1日に正式に故障が変更された。2008年4月から2013年3月までは、 NPO 法人流山しおりが指定管理者であった。2013年4月からは株式会社すばるが指定管理者となっている。2012年4月開館。市役所市民化出張所との複合施設で株式会社すばるが指定管理者となっている。2015年4月1日、大高の森小中学校内に設置。条例上は中央図書館の文館である。 流山市、大高の森センターとともに、ノアス、F グループが指定管理者となっている。かつて存在した文館。ありがとうございます。